犯罪広告は、松本清張の小説。週刊朝日1967年3月3日号から4月21日号に、黒の様式第2話として連載され、1967年8月に短編集、黒の様式収録の一作として、公文社から刊行された。1979年にテレビドラマ化されている。熊野灘に面した南紀の町で、 主だった人々の家に、相次いで、殺人告発の広告が投げ込まれた。広告主の末永人吉によれば、20年前に、池浦原作は、私の母である、末永生を殺害し、家の床下に埋めた、と私は確信している。警察に訴えたところ、すでに時効が過ぎ、原作を罰することはできないというが、せめて母の遺体を、床下から収容したい。 原作は私に会おうとしないが、これは彼の心にやましいことがあるからだ。そうでないなら、私の疑いを晴らすために床下の土を掘るべきだ。原作は狂人を相手にするだけ損だとして、応じなかった。しかし、小さな町の中でこの広告が大きな話題となったため、警察署長は根回しをして床下を掘ることを源作に承諾させる。こうして、 主体をめぐる攻防戦が始まった。だが、松本清張の犯罪広告。1979年1月20日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国手放映。視聴率17.3%。ありがとうございます。